小林光弘さん、27歳。先天性脊髄損傷の彼は、下半身が全く動きません。自分の足で歩くことさえできない小林さんが、今年の夏、スキューバダイビングに挑戦することを決意しました。ダイビングのライセンスを取得するためには、学科講習、プール実習、海洋実習を受けなければなりません。生まれて初めて自分から決意したチャレンジです。小林さんが福島県に住む親元を離れ、一人暮らしを始めて7年になります。仕事や身の回りのことなど、日々の生活に不自由はありません。しかし、車の運転やテレビゲームをすることぐらいしか趣味もなく、あまり人と接することもない毎日でした。今まで普通に生まれて、普通に学校に行って、普通に就職して、これといって特にチャレンジみたいなことはしたことないんですよ、うん、もう30になっちゃいますので、このままじゃ、何もチャレンジしないままじゃちょっとつまんないなって思ったんですね。それで、まあ興味が、前から興味があったこと、ダイビング。呼吸の練習を一緒にしたいと思いますので、吸って吐いて。お口だけで呼吸するのは初心者には難しいもの、小林さんもなかなか思うようにはいかないようです。体も小さく、肺活量の少ない小林さんにとっては普通の初心者以上に大変なことです。マスク取ってちょっと休憩しましょう、はい、自分のペース。思うようにできないもどかしさが募ります。ブレファスタだなんて、そんな不吉なこと言っちゃいけない。耳が OK って言ったら OK でしょ。じゃあゆっくり行きますか。最初の方はやっぱり苦しかったんですけど、もう潜ってみたら全然大丈夫でした。できますね、これは。小林さんのようにハンディを持った方を受け入れてくれる店はまだまだ多くありません。最近バリアフリーという言葉はよく耳にしますが、障害者がダイビングを楽しめる環境は整っていないのが現状です。当時 その既存の団体の中では、障害者を教えるということが非常にタブー視されてたりだとか、非常に難しい問題があったもので、であるならば新しいものを作っていこう。私も水中で会話できませんけれども、聴覚の障害を持たれている方は手話でうまく会話をするというふうな形で言えば、逆に私たちの方が不便な部分もあるわけですね。だからそう考えていけば、その障害者だろうが健常者であろうが、何もそんなの変わらないかと思いますね。ダイビングを教えてくれるスクールを求めて、はるばる新幹線に乗ってきたこの女性、佐藤真紀子さん。ではどちらから来たんですか、佐藤さん。仙台から来ました。先天性脳性麻痺の彼女もダイビングをやりたいとの強い思いがありました。仙台市内にはどこも障害者を受け入れてくれる店がなく、さいたま市までやってきたのです。どう？泳いでみて。バランス悪い。そんなことない。以上に難しいかなと思います。でも自分が変われるのかな。
小林さん、佐藤さん、久しぶりの海です。来ること自体も久々なので。小学生以来。はい、この6名のメンバーで、今日の方は海洋講師の方をやりたいと思います。あ、私。大丈夫。一斉のせ。よいしょ。せーの。じゃあ小林さん腰ずらして、はい、ずるーっと上、はい、そのまま浮いて、うん、浮いていいよ、いいよ、はい、車椅子抜くからね、そのまま浮いてください。はい、あ、水入ったね。はい、よ。手を前に出してください。はい、もう伸ばして。どうですか、小林さん。初めて海に入った。しょっぱいです。冷たい。ゆっくり腰を出して。お風呂に浸かれるの大丈夫。はい、どう？冷たさどう？大丈夫。大丈夫？冷たい。冷たいでしょ？うん。うん、今機材が来るから待っててね。はい、最初は海に入るということで水面での講習です。だるい、リラックス、リラックス。はい、いよいよ海の中に潜ります。宙に浮いたような、無重力のような、すごく自然と一体になれたって感じでしょうかね。小林さん、オープンウォーターダイバー卒業おめでとうございます。一歩ですね、外に出て、まあ、いろんな人たちと会って話してみるとね、やっぱり自分の価値観というのも変わってきて楽しいですね、うん、どんどんと世の中に出て、まあ、人生をですね楽しんでいきたいと思います。